ばくない？これね、もう自然なんですよ、やっぱり。っていうかさ、このクラブやっぱり打てるってすごくない？これ6度ですよ。素晴らしいな。いやでも打ちやすいです。あのこのこれ打ちやすい？はい。本当？はい。62。めっちゃ初速。やっぱりでも普通だったらやっぱりこういうクラブで打てないんですよ。へえ。はい、あ、質問ある？あの、なんかあれば、こういう球、こういう球打ちたいっていうのはあります。ありますか？はい。怖いな、なんだろう。なんか魔球みたいの言われたらどうしよう。フェードを打ちたくって、はい、景色的にフェード、はい、多分フェードなくては打ちやすいじゃないですか、はいはいはい、あ、この場合ね。そうです、そうです、はい、でもまだやっぱりちょっと持ち球がドローなんで、右がちょっと狭いのが気持ち悪いんですけど、はい、あ、だからちょっとこの打ちやすい景色の時にこう綺麗にフェードを打てたらなっていう。フェードを打ちたい、はい、あの僕がいろんなその有名な世界の一流選手の聞いたいろんなことを聞いてきて、僕あのアメリカ行ったりとか、まあ、若い時にいろんなレッドベータ行ったりいろんなところでこう勉強してきたんですけど、はい、例えば今の話でいくと、これがやっぱり試合になった時にちょっとミスするんじゃないかっていうのが、今みたいな例えばドローボールっていうじゃないですか。そしたらドローを打ってるってことは右に行かないってことですね、はい、で今多分ドローを打つのにちょっと曲がりすぎちゃったとかこうやってるけど、基本的にフェードを打ちたいということで左行きたくないってことですね、はいはいはい、あとコースがこうなってるとか、はいはいはい、そしたら僕はスライスまで打たなくてフェードを打たなくていいかなと。その時にやっぱりツアーの選手のいろんな話を聞いた時に、やっぱり何勝もしている人たちがよく言う共通なんですけど、左行かない球を打つって言った時に必ずみんな1個持ってるんですよ、はい、何かこれみんな違うんですよ。で僕が多かったのはやっぱりどっちかというと、まあ足を主体にしてスイングって作るもんなんだけど、やっぱり感覚ってここから上のどこかなんですよ。そうすると何かあります？例えば左行っちゃいけない時に何かするってないですか？左行っちゃいけない時は左行きます。いや顔が面白いじゃないですか。すごい。あ、そうなの？合ってる？違う、合ってるというか合ってるんじゃなくて、左行きたくない時にどうしますかって言ったら、いや行っちゃいます。左に行かなきゃいいわけですよ。はい、ね、だからフェードを打とうと思うから逆に引っかかるんですよ。これって あの山本先生理論に言うと、あんまり褒めちゃうと、はい、またね褒めて終わっちゃうけど、そうですね、そうですね、結局、はい、左に行きたくない人っていうか、左からスライスする人って引っ張って打つ、はいはいはい、引きつけて、そうすればスライス出てきます。でそれだと逆球が出るんです、うん、要するに出ますよね。でこれアマチュアの人って特になんかよしここフェード行こうなって瞬間にこうドロー打ってたんです、うん、でそれってやっぱりあんまりその狙い方として良くない、はい、で例えば昔で言うと青木功さんが番組見たことあるんだけど、まあ、近くで見たこともあるけど、フェーダーですよ、ね、ドローだったらフェードした。でも実際プレイしても見てスライスっていうのはほぼないんですよ、うん、下手すると捕まってるからドローに見えるんですよ、うん、ってことは多分球は基本的に捕まって、それで自分の中では左行かない球を打ってるってこと、うん、だから基本的に多分スライス打とうとするとみんなね擦るんですよ、引いたりとか、うん、じゃなくて基本は変わらない、うん、要するにインパクトはちゃんと芯で捉えてって先で打ったから擦れるとかじゃなくて、プロはそれに対して何か一つみんな持ってるんです、はい、で僕が聞いた中で一番多かったのちょっと試してもらいたいんですけど、はい、正論じゃないかもしれないんだけど、でもほとんどプロがそういうこと言うのって正論じゃなくて、例えばグリーン左側にあの赤いピンを狙います、はい、で左が池ですしたら多分絶対にさらに右向いて右からフックで曲がったら右乗ればいいなって、はいはい、まあ、それも OK なんです。ただそれってどっかで一発これが出る可能性が出てくる。右向くってことはちょっと銀ゴルフで言うとエーミングつって、はい、動的エーミング、ダイナミックエーミングです。
どん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 右向くってことは、このつま先かかとで結んだこの動的なラインが右に向くんで、どんどん右に出るんですよ。だからスケールに立った状態でそれができればちゃんとミサイルが捕まえられるんだけど、最初から向いてるとそれ以上こうやったら引っかかったりプッシュが出ちゃうんですよ。だからまずあそこに向いて右向いたり左向いたりっていうのはやんないっす、みんな。スラム選手ってはいはいはい、どっちかっていうとじゃあスライスしたいから左向くとかもあんましない、うん、なのでちょっと構えてください。で一つ僕が一番聞いた中でこれいいなと思ったのは、ものすごい簡単なことなんだけど、これね、言いますよ、聞いたことない人いっぱいいると思うんだけど、この肩がインパクトの時スイングするときに当たらないで、なんとなくこのままちょっとスイングしてみて、でこの肩が右肩がこれにないに当たらないに回してみて、どうせどうやって回す、当たんないで回してみて、右肩が打つときに、せーの、はい、そっからこれ当たる、あ、下行ったすいません初めて すいません初です。さすが、いや、さすがパパの子ですね。びっくりした、初めてですよ。これ何人もやってるけど、いやいや絶対ないですよ。すいません、当たっちゃうって、はい、うん、天才ですね。いやこれね、ちょっといいですか、今もう一回ですか、はい、これね実は僕にやってください、はい、勝ったみんなどうするかっていうと、はい、言いますよ、このじゃあ答えが言います、はい、この右肩を小さく回転させるんです。要するにこういう動きをさせないんで、はいはいはい、ここ当たりますね、はい、ここからこう小さく回転させる、はいはいはい、そうするとボールって実は物理的なことで証明できるんだけど、あの引っかかんないです。天才ですよ、これ初めてですよ。あ、下行った、あ、下行った、あ、下行った、ちょ、びっくりした。ありがとうございます。いや、すごいね、面白いな、肩こういったもん。イメージを、右肩を要するに大きく回すんじゃなくて、はい、なるべく小さく回してみてください。これね、そう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 。で今まで通りにそのなんかこすって左行かないとかするんじゃなくて、はい、そのまま打ってみてください。右肩を小さく。あ、でも。あの多分今のスイングのイメージで振ってたら、はい、あれ以上球捕まえられないと思う。ってことはもっとピン打ってもらう、もっとピン打ってもらう。確かに、はい、全然返ってきてない。別に左も向いてないし。はい。ドローヒッターが左に行かない球を打つって言って、もうあれで十分なんですよ。確かに。だからこれを左に出してスライス打って、あ、すごいなってやっても、それはいつか引っかかるんですよ、はいはいはい、例えば左に行っちゃいけないのに9発素晴らしいスライスを打ったトッププレ、あ、プレイヤーがいました、木田選手。じゃあ一発全部ほとんど今みたいな当たりなんだけど、10発打って1回も左に行かないプレイヤーいました、どっちが賞金稼げるかというと、ナイスショット行かないんですよ、うん、左に10回打って10回行かない、うん、だからこの人は、うん、こんな感覚で感性の、うん、この人、この今のことを言ってる一言も教えてくれる。
え、でもすごい。あのね、こういうのがやっぱり、うん、あのもちろんいいスイングは岩野先生に教わって、はい、例えばコース行った時にはこういうことをいっぱい考えてた、自分のことを知ってったりとか、こうやったらこうなるってことが分かってる人が強いだけなんです、うん、だから、ね、決して上手い人が優勝するわけではない。確かに、はい、結構こうなるよな私。いや、あのそれがでもその動きで球をうまく捕まえてドローを、はい、でその肩の動きも悪くないです、はい、どっちかというとさっきすり抜けたじゃないですか下に、はい、あれ初めて見たんだけど、はい、あの動きでもやっぱりなんて言うんだろう肩を前が下に下げてんじゃなくて、人間の体が回るところって35度ぐらい、35度、一番回るのは胸郭と股関節なんですよ、はいはいはい、人間の。だから胸郭も動くんだけど、例えばインパクトの位置を作ってもらっていいですか。はい、いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのフォローもお願いします。私のインスタグラムのフォローもお願いします。え、私のインスタグラムのフォローもお願いします。いいえ、私だけお願いします。私だけお願いします。私だけお願いします。